マミムメモさやかです。この度メンバーシップ機能を導入してみました。メンバーの特典は今のところ4つあって、1、ライブ配信の際チャットを打った時の自分の名前の隣に私が書いたバッジアイコンがつくこと、2、ライブ配信の際チャットで私が書いた絵文字が使えること、3、私ね、動画編集する様子をライブ配信することがありまして、リアルタイムで見るライブ配信自体は誰でも見ることができるんですけど、ライブが終わった後のアーカイブがメンバー限定になります。4、単純に私さやかを応援できるこちらの4つになります。メンバーのみが見られる新規の動画については投稿されることがないとは言い切れないよりの未定です。はい、感謝動画くらいはもしかしたらあるかもしれません。で、メンバーシップ導入の理由なんですけど、まあこの昨今の時代の流れもありますけど、私自身ね、とあるライブ配信をしてる方のサブスクに入ってまして、で、自分の名前の隣に応援してるよってその証がついてることと、メンバーのみに使える絵文字がなんか特別感があってワクワクしちゃって、なんかこの私が感じてる嬉しい気持ちが、私が動画活動してるのを見てるみんなにも提供できるならやってみようかなと思って始めてみました。まああと自分が作った絵文字がね、使えるのってすごいなと思って、なのでぜひチャットに参加して使ってくれると嬉しいです。で、メンバーシップに参加するのに月額料金を払わなきゃいけないんですけど、まあ辞めるのはいつでもできるみたいなんで安心してもいいかなと思います。ちなみに継続してメンバーシップにいると名前の隣につくバッジがどんどんグレードアップするように設定はしてます、といった感じでしょうかね。ぜひ応援してくださると嬉しいです。これからもね、私が楽しいと思えるものを作っていこうと思いますので、気が向いた時にでもいいのでまた覗いてくださると嬉しいです。ここまでご清聴いただきありがとうございました。以上さやかでした。また他の動画でお会いしましょう。またねー。